助犬は、中華圏の人名中華民国において、同性同盟の二人の要人が存在する。助犬は、新末、中華民国の政治家、法学者。北京政府、国民政府で、主に司法部門の要職に就く。中国国民党左派、反省解析派として、復権事変にも参加した。千和気流。共鳴は、京治む。 別署名は鉱山機こ利客。祖籍は暗記賞9件。1902年、人員化巨人となる。翌年、希望化紳士となった。薬学館に入学して、法律政治家を専攻した。1904年、私学館に転入する。1907年卒業した。管理人編集、法部参事を歴任して、法律編査官を主管した。翌年、 警視審判長長長となり、後に警視高等検察庁に昇進した。1910年4月、アメリカへ国際会議出席等のため赴く。翌年春に帰国すると国民共振会の組織を提唱した。中華民国成立後の1912年4月、北京政府の司法部次長に任命される。8月には国民党の本部参議となった。翌年、 二次革命で革命派が敗北すると、助権もゲヤして、弁護士を開業した。遠征外死後の1916年9月、段気随内閣において、司法部次長に返り咲く。1919年、パリ講和会議に出席した。帰国後はゲヤし、天津で、駅予報の総編集となる。 1920年11月、広州に向かって、孫文の誤報運動に参加し、軍政府司法部長に任命された。さらに、広州政府代理委員長も兼任している。その後、一時的に北京に戻り、1922年9月、北京政府の王朝、恵林寺内閣で、処理司法総長に任命された。翌年2月、五官民と共に、上海で、 和平統一代表の任に当たった。間もなく、公衆へ戻って、私立例南大学文学系主任となっている。1924年9月、私立上海法政大学校長となったが、翌月、兵玉省の招聘に応じて二話か、文法制学校校長、中二話か、交換委員会主席に任ぜられた。1925年7月以降は、 中国国民党側で活動する。武漢国民政府において、国民党中央常務委員、国民政府委員会常務委員、軍事委員会軍事裁判所長などの党、政、法の要職を務めた。しかし、1927年4月の上海クーデターにより、助権は失脚し、上海の疎開を経由して、香港に逃れた。1933年に、 リワタルフカシラが、復権事変を起こすと、助権もこれに参加し、最高法院院長権、農高校副院会主席に任じられた。しかし、間もなく、復権事変は、敗北に終わり、助権は、香港に、再び逃亡した。日中戦争勃発後は、国民政府に復帰して、国防委員会委員、国民賛成会賛成員などを務めた。 しかし1939年10月、病気療養のために、香港に引き返した。1940年9月26日、香港にて病没。去年70。ありがとうございます。